ますちょっと今日ね目覚ましを7時にかけたはずなんじゃけどね起きたら12時半でしたやばかった昨日ね台風の音がすごくてさ朝の3時ぐらいに一旦目が覚めてうわ音やばって思いながらほんまに家壊れるんじゃないかなって思いました <laughs> マッキーさんこんばんはギリリララ配信ギリラ豪雨かわらこんばんばは来てくれてありがとうございますほんとゲリラ豪雨よ豪雨よっつって、ね、<laughs> ちょっとほんとにねあの友達がね今から泊まりに来るんですよじゃあその前に配信しとこうと思ってちょっとね今までねずっと部屋片付けてました <laughs> ほんまにねちょっと最近なかなか片付ける時間がなくてやばいって思ったんじゃけどなんとか片付きましたよかったー そう泊まれるくらいに片付けます泊まれるくらいとはてつや也さんやいやーおまむさんやいやてつ也さん来てくれてありがとうございますよいしょ洗濯とかもちゃんとしてふうって感じ今しぶきのこさんジャケジャケ来てくれてありがとうございますちょっと今メイクしておるけさ顔出し頑張るね頑張るね友達が何分に家来るんかわからないね多分ね30分後ぐらい 多分わからんけど今ね何分ぐらいに駅着くっつって聞いたけどねああやばいちょっとまだね配信配信じゃないわ返信来てないけまあ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 15分間は大丈夫なんか7時ごろに行くって言ったっけきっと大丈夫だと信じている てか、トレカ大会終わりましたね。やばい、結果まだ見れてないわ。多分行いけた。わからん。見ときます、後でごめんなさい。ちょっとさ、本当に今日ずっと家片付けたり、買い出し行ったり、バタバタしとったけ。今、初めて開いたんや、ほんまに。開いて今からいます。パパパーっつって、パパパパパーっつって。パパパパパーっつって、本当に急に配信始めたけさ。友達来てからだとさ、いろいろね、あれやん、あれやんつって。お腹すいた。 えーとひれっちさんまむちゃんみなさんウェーイウェーイ来てくれてありがとうございますぱぱぱぱぱっとあやばいあひらぽんさんまた来ましたまた来てくださってありがとうございますちょっと待って荷物がなかったっけ取りに行ったわラジオじゃけ取りに行っても全然大丈夫じゃない全然大丈夫じゃない画面から消えることもなくつって <laughs> よいしょ 今大急ぎでメイクしてますからねあしかも間違えちゃった色まあいいや取りたい色を間違えたまあ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 なんとかなんとかなるよヒルポンさんうんワニメイク何ワニねあ、やばい噛んじゃったワニメイクって何 <laughs> 何つって。今、とりあえずね、超特急でね、メイクをしているんですよ。超特急で。超特急、超特急。超特急でって言ってもまだコンシーラーです。そうですね、段階的に言うとまだレベル2ですね。レベル2、レベル10まであったらレベル2です。レベル2。 お腹すいたマジでまちょっとねやばい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 っつってなぜこんなに急いでいるのか友達が何時に来るかわからないからそうだけど30分配信できたらさ絶対顔出しできるじゃんでも30分配信できんかったらさちょっとねちょっとねあれじゃん顔出しできん可能性があるけど。 いつも通りまつげのやつビューラーをね温めましたヒロポンさんマムさんの若い頃もか愛かったえー、ええー、えっっってありがとうございます友達とコラボ配信友達とコラボ配信ではありませんちょっとね友達が来る前に配信しようっていう えっと友達もうどこまで行ったっけ ?ABCDE 多分 F ぐらいまで友達今もうね出てきたんで友達 G ですやばどんだけおるんかね友達ゼロ友達もうどれが誰だったか忘れたわ多分多分ちつってどれが誰だったっけちょっと昨日ほんと台風やばかったねびっくりなんだけどあんなにガタガタ来るとは思わんかった いつも台風台風台風って言いながらさめっちゃそれとったけどさ今回は本当にやばいと思って本当にやばかった外でたらね葉っぱだらけだったよ今日買い出し行ったけえさ今日の夜ご飯と明日の朝ごはんのレルポンさん F= イコールファンタジー何の話だろうまあ、い,いや <laughs> まあい,いやっつってやばいやばいやばい本当にねやばかったやばかったつっ 今日の、ね、夜ご飯はねお好み焼きを作るんですよ私の友達はね、広島がすごく好きな友達で、Perfume さんと Poro さんがめっちゃ好きなんですよ、しかも。やばいよね、もう広島大好きじゃん、みたいな。大好きじゃん、つって。<laughs> 大好きじゃん、つってさ。そうそうそう。それでなんか、お好み焼きもめっちゃ好きで、あの、広島のさ、方言のスタンプとかも持ってるんです、LINE の。すごいよね。 そんぐらいめちゃくちゃ広島が好きな友達でじゃけやっぱね広島県出身のね私が本場のねお好み焼きをね食べさせてあげようと思って思ってつってまあパーティーって言ってるんですけどまあ二人しかいないからまあまあなんでもパーティーってつければきっと楽しいと思って勝手にパーティーって言ってる <laughs> えっとチケマルさん関東で過去最高らしいよマジか んにすすごかったでよもうさあの窓がガタ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 ッつってさすっごかったすっごかったガタガタガタもうほんとに見えもったさこの私が夜起きるぐらいだからいで撃っちゃったえっとえりなちゃん恐竜ちゃんペシペシこんばんはってありがとうえりなちゃん来てくれて昨日ね私は持って行ったんですよじゅんじゅんじゃないわジョンをそしたらねえりなちゃんはめっちゃ叩いてくるけさペシ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  ペペペペシ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 ,ペシちょっとヒロスポンさん何の話ですかあファンタスティックだったファントオレンジ味でも良きって何の話じゃろう何の話じゃろうっあヒデチさんがエリナウェイだってデイジラブさんもエリナちゃんってめっちゃエリナちゃんが人気,人気であるあーちょっとエリナちゃん私の 私のライン無視したでしょう無視したでしょうつうか返信くれてないでしょう。つって <laughs> 返信くれてないでしょうまあいいけど <laughs> 返信返信くれてないいいけどね <laughs> どこまで読んだヒルポンさん50カウントの代わりに50コメントしようかな矢印それはそれでうざいだって <laughs> いや全然いいですよいいですよつってありがとうございます えりなちゃんめっちゃ叩いためっちゃ叩いたじゃないよ本当にかわいそうだった私のね恐竜ちゃんのルッ,ルルックだって恐竜ちゃんのリュックの名前がジョンっていう名前なんですよあここに今映ってるやつねこれがジョンっていう名前なんですけどそれを昨日定期ライブに連れて行ったらめっちゃたたかれた先輩方がねそのリーックめっちゃかわいいって言ってくれた嬉しかった嬉しかった今ねだいぶねメイクが進みました そうだなレベル4あれさっき2だったよねうん今レベル4ですレベル10まであるんで、まあ、エリナちゃん恐竜ちゃんペシペシじゃないよほんとうちのかわいいかわいいジョンにあの昨日のねゲーム大会のと定期ライブの後にエリナちゃんとレイシーさんのお誕生日企画の,あのゲーム大会をやったんですよ それでね、あのジョンが登場しまして、まあ、ただ持っとくだけっていう <laughs>、登場したというか、ただ持っとくだけってう。私服だったんで、衣装じゃなくて私服であったので、それでジョンを背負ってやってました。で、あの、チェキ撮るときはね、ちゃんとジョンを、ジョンをね、こうやって、こうやってつっても見えんのだった,っ,たった。持って写真撮りました。 ヒロポンさん、今9個目め。あと41はめんどくさい。めんどくさいのか。そうか。じゃあカウントでお願いします。お願いします。ありがとうございます。マッキーさん、50万部ちゃんとセミ終了です。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、マスカラ塗りすぎた。絶対すぎすぎたよね。あれよね、急ぐ場もあれ的なやつよねと。ちょっと違うけど。<laughs> ちょっと違う。 待ってよ、グッバイ。なんとかなんとか。ああ、ああ、あっ、待って待って待っていや。待たなくていいよ、気にしないで。私のことは気にしないで。気にしないでつって配信しよう。待って、今日、あー、まだ15分は経ってないっぽい。友達から返信来ないな、そういえば。私が鏡見てる間に返信来てたら本当に見えない。本当に見えないっ,つって。ま、あいっか。ま、あいっかー。今ね、レベル5まで行きました。私の顔は。レベル5です。 待っ待て、あのねあったあったえっとえマッキーさん品川全域テレビとインターネット繋がらんらしいえそうなんですかなんかさニュース見たけどほんとにやばかったよなんかいろいろと街が何だっけ柵とかが倒れてったりしてあのゴルフ場のさ柵ボールが飛んでいかようにする柵あるじゃんあれなんて言うんか知らんけど あれれととかかが倒れたりとかすごい大変みたいですみたいです,みたいですそれでも友達は泊まりに来ますね本当はねあの今日お昼ぐらいからね遊ぶ予定だったんですけどちょっとやばいねっつってやめたんですよやめましたやめましたえっ、ー、とえりなちゃんジンベエザメちゃん VS 恐竜ちゃんペシペシいやんペシペシペシやめてくださいやめてくださいつ ヒロポンさんマムさんは可愛いからすっぴんも可愛いすいいえそんなことはありませんア <laughs> ははハハつってあやばいねえねえはみ出たヒロポンさん10コメントと 40, 40カウント合わせて50完了ありがとうございます感謝本当にありがとうございますよいしょちょっと待ってはみ出した本当にどうしようくしゃみでそう、しかも ちょっっと待ってね、くしゃみが出そう大丈夫止まったっぽい止まりましたくしゃみえいなちゃん昨日帰れなくて大変だったーだってええー、お疲れ様え結局何時ぐらいに帰れたのなんかタクシーもつくまらなくて大変だったらしいけどそれは大変で、ね、私はギリギリ帰れたけよかった レイさんとかはすごい心配してくださっててみんなちゃんと家帰れたって今レベル8です皆さん急に上がりましたレベルがもうちょっとですもうちょっともうちょっとやばい今本当にねめちゃくちゃ豪速球でねメイクしてます待ってアイライン開けたヒラポンさん友達が配信始めたからそっち行きますまた来ますねありがとうございますまた来てくださいえこれさ色違う 待って待ってアイラインの色違うんだけど困った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 ちゃんあったあったあったこちらえーとえいやちゃん朝の6時30分にタクシーのお出迎えええそれまでずっとタクシー待ってたのやばいどんだけ長蛇の列だったんてかタクシーがそんなにつかおらんかったんかなそもそもやばいな でもうそういうのでもし帰れなかったらどうしよう私今後本当に夜が弱い系ね弱い系そう簡単にねちょっとオールできないんです本当に普通に駅とかで寝ちゃうかもしれないやばいよねよくないね本当によくないいやちょっと気をつけよう今後台風 開封とかそういういのあ、なんとかるっしょーってちょっと思ってたけど全然なんないねそう、もし自分がさダメだったらさと思ってあマッキーさんマッキーの自宅まだダメでいつ復旧するか不明らしいやえー、そうなんですかちょっと早く復旧するといいですねちょっと電気んだっけ止まってるのテレビとインターネットが繋がらんのかそれはちょっとしん,しんどすぎるちょっと本当に早く復旧するといいですね あ、エリナちゃんが気持ちは10万カウント。ありがとう気持ちいい受け取った。受け取ったし。<laughs> えーっとね。そうだよ、長蛇の列、エリナちゃん。あー、やっぱそっか。お疲れ様。お疲れ様、お疲れ様。そりゃ大変な。ほんとね、自然災害って本当に大変。本当に大変。えー、っと。 マッキーさんマッキーは昨日おとといの疲れ腕も足も筋肉痛ですありゃまあそれはお疲れ様でしたほんとねみんなお疲れなのに台風で大変ですねねえ私もバーベキュー行きたかったわ行きたかったわーっつってえりなちゃん駅でジンベエザメちゃん抱っこしてたあそっかそっか昨日せればジンベエザメちゃん私に合わせて持ってきてくれたんだよねそう私があの 恐竜のリュックのジョンを連れていくからっつってレイシーさんじゃないわ <laughs> エリナちゃんはなんだっけジンベエザメちゃんをねジンベエザメちゃんを連れてきてくれたのですレベル9です前髪巻いたら終わりよいしょ前髪巻いたら終わりなんだけどちょっとコンセントが埋まりましたね埋まりましたね、はい 友達の布団を出したらそこにコンセントが埋まっちゃってと、OK、ちゃんと埋まりを解消しました。よいしょ。ただいまー、ただいまー、えー、っと、ひでっちさん、去年の広島豪雨はほぼ4日停電した。あっ、そっかそっか、そうなんですね。ああ、なるほど、そうか、そういえばうちのおばあちゃんちとかも結構大変でしたね、去年の広島豪雨は。でもあのー、 おばあちゃん家があの井戸水が出るところだったんで出る…うん井戸水でなんとか乗り切ってましたねそういろんな人をなんかうちに呼んでやっぱお風呂とか入れないじゃないですかお水がないとだからいろんな人をあのおうちに呼んで順番にお風呂とか入れてあげてたみたいで両家ともおばあちゃんち大変そうでした まあ片っぽはその井戸水でもう片っぽはあのいとこが一緒に住んでるのでいとこがすごい助けてくれたみたいでありがたいねまあ同じおばあちゃんだけど同じおばあちゃんうん <laughs> お互いのおばあちゃんじゃけさあれやけどえりなちゃんさすがに今日は有給休,休暇にしたわ仕事行くのつらすぎてそうよねそうじゃそうじゃてか一旦さあれにするねビデオにビデオ動画ピースちょっとまだ前髪が完全ではないけどピース <laughs> はい。えり、っ、な、と、ちゃんがさすがに今日有給休暇にしたってそうよねうんうんわかるわかるそりゃそうだ昨日も疲れたしねお疲れ様朝朝絶対しんどかっただろうし寝てないしねうんそうなると仕方ないよそれはえりなちゃん動画こんばんは動画こんばんはどうも初めましてマムです皆さん初めましてじゃない人も多いと思うけど これが私でしたって。これが私でした <laughs> 私の素顔はこんな感じでした。ピース。あ、エリナちゃん、有休取っておいてよかったと思う、今日この頃。うん、残しといてたことよね、有休を。よかった、それは本当によかった。それは本当によかった。よし。前髪巻くでー。え、今日ちょっと結構顔いい感じかもしれない。どうどうっ,つってわかんないか。<laughs> 動画じゃわかんないか。 結構今日の顔気に入ってる今日の顔は気に入っている今日の顔は気に入っているパッイネちゃん前髪そう前髪をね前髪を切りすぎたなんだっけ前髪わかんないなんか前髪を切りすぎた歌があった気がするけど覚えてない忘れちゃった 前髪切りたいな今度切ろうっと今日ではないんかいっつってねぱーチキマルさんいい感じかっこ多分ねきっといい感じえめっちゃいい感じですよ今日あ今日の顔すごいいい感じあよく寝たけかな <laughs> だって今日来たの12時半やばいよね寝すぎたいや7時にアラームをセットしとったはずなんじゃけどいつの間にかねピッて止めてそのままクーって寝とった <laughs> そのまま寝てましたー パパラパパラ。いや、本当にさ、今日は七時に起きて。あの、洗濯とかしてさ、部屋をさ、完璧に片付けるはずだった。てんてんてんまてんてんてん。あ、お腹空いた、急にきた。あら、お腹が、あららら、あらら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 ら。あららららら、よし。ちょっとね。今、お腹がなりそうだったっけ、うるさくしといた。なったけどね、多分誰も聞こえてない。なんか時々さ、分かるじゃん、あ、今からお亡くなりますみたいな。 そ,それがね今分かったじゃけえねうるさくしました <laughs> これちょっとこっちだったな間違えたなえ前髪もね結構いい感じかもしれない切らんどうあめっちゃいい感じやんな今日めっちゃいい感じやんなわかる昨日これが良かった <laughs> 昨日これが良かったえめっちゃいい感じやんなちょっとこうちょっと止めとこう ちょっとここは間違えて巻いちゃった。えめっちゃいい感じなんじゃけど、どうしたらいいピース。<laughs> めっちゃいい感じだ。今日の顔はすごくいい感じです。はぁ、あ、よく寝るとこんないい感じになるのか。やっぱ睡眠って大事です。皆さんよく寝ましょう。<laughs> なんじゃそりゃ。今日の結論は皆さんよく寝ましょうでした。以上です。<laughs> えーっと。 エリナちゃん、今日日ののの顔、明日の顔明何の話よく分からんわ「えほんまにほんまに?ほんまに」とか言って <laughs> 自分で何言っとんじゃろ「えりなちゃん多分が素晴らしいコメントだってああ月丸さん褒められましたよかったですねはいっつって <laughs> いやーお腹が空いたな今日はねお好み焼きパーリーなのでとても楽しみです楽しみです ふうメイク終了。え、本当にいい感じどうしよう気に入った今日の顔気に入ったピースあーいい感じいい感じ今日はとても上手にメイクができました丸気に入りました丸ということでそろそろ終わろうかな顔出しましたし。 明日はね何時から配信しようかな多分ね。まあ明日は夜だな。うん。友達が泊まりに来て、で、えっと、明日は部活もあるので、夜ですね、夜。うーん。夜といっても夕方早くやりたいね、でも。うん。やっぱり寝る時間、7時半。よし、7時半。待って、7時半で本当に多分いい。<laughs> マッキーさん、えー、今来たばっかり。ありがとうございます。ありがとうございます。 明日は7時半にしようかな7時半からやってうん多分できるえっとえリなちゃん恐竜ちゃんバイバーイあっマムちゃんもバイバーイまた来るあの私をついでにするのやめてくださいますか <laughs> ちょっとジョン今遠くにいるわあっちでねあっちであっちでちょっと今寝てるジョンが <laughs> えーっとね 丸さん友達と配信はどうでしょうえー、でもね絶対明日早く起きるん、うん、起きるん起きるんそうまあ今日夜更かしするっていう意味じゃないけどなんかねよく寝たいよく寝たいとか言って<笑><笑>あジッピーさん今日はあまりチアできてないですけど何かい,いえいつもありがとうございますいつもありがとうございますって <laughs> みんなチアお願いしますでも多分今結構下がってると思う マイスタ開いてないけど昨日8位とかになってました丸はあほうつってフフフフマッキーさんおつまめちゃんです明日はハイローラライブ行けたら行くしあっいってらっしゃいませいけたら筋肉痛早くよくなるといいですね筋肉筋肉そういえば今日ねジュラシックパークのねワールドだ T シャツ着とるんじゃけど全然見えんわ全然見えんピッこれあ見えないピッ <laughs> あ友達から返信来たごめん遅くなったーだって何時何時に来るんだろう <laughs> えっと犬ちゃん私の中はちょっと日本語変だよ私の中はではな私の中では恐竜ちゃんがメインなん,なんてね多分そうそう多分 <laughs> あなるほど分かった友達の来る時間が分かりました ありがとう。ということで、えーっと、なんだっけ。あの、だから、恐竜ちゃんじゃなくて、うちの恐竜ちゃんのリュックはジョンなんで、よろしくお願いします。あ、松島さん、ゲリラ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 、リラのマム。はい、どうも、来てくれてありがとうございます。もうそろそろ終わろうとしているところでございます。来てくださったばっかりですが。えー、っと、藤ーさん、8位だよ。あありがとうございます。でも、ベスト10には入ってるんですね。やった 結構本当に今回のマイスターは頑張ったのでみなさんちあいたいたいたい <laughs> ぶつけたぶつけたみな <laughs> さんぜひチアよろしくお願いしますえここなんか赤いのついてんだけど見える絶対見えんわうん全然見えんなんか赤いさピロピロってついてるなんじゃろ爪赤くしたっけ分からん秋の爪可愛くしたのにさもう取りました明日三味線を引くから <laughs> えんなちゃんマイスター苦手そっか苦手を克服しよううんうん 今度私が取ってあげるけさ。が頑張ろう頑張ろう日本 <laughs> 頑張ろうって言ったら絶対日本って言ってしまう私でした以上ですフジピーさん、マッキーさんのがめっちゃ効いてるそうですねマッキーさんがロケット花火だっけ打ち上げ花火なんだっけなんかそういうのをなんか五千ポイントのすごいやつをビューンと飛ばしてくださったのでおかげさまでおかげさまで今ベスト10に入れております あ松島さん遅ればせながらワンバンコワンバンコー来てくれてありがとうございます実は私この配信でメイクをしたのでありましたまあラジオだけどラジオでやって顔出しというねまあよくあるパターンですよ私の <laughs> 最近よくあるパターンですもう申し訳ないえりなちゃんマイスター一生撮りたくないというか撮らないよ知らないよそんなこともうアカウント消しちまえよそんなこと言うなら。つって<笑><笑>今度撮ってあげるけんねうんうんはいはいっつって これちょっとなんか出とるよね分かるこれマスキングテープちょっと出とるいや実はこれねさっき床に落ちたんですよあっやばいこれ完全に取れるわどうしようどうしようはいオッケーちょっとこれもうちょっと可愛くしたよねなんか全然可愛くないわエリアちゃんはーいカウント消します 矢印ほんと消したいダメだ,だよ消したらねうんうん <laughs> あ松島さん配信おつおつですありがとうございますあ明日は19時半から配信しようと思っております皆さんお時間があればぜひ来てくださいちょっとね今日からはあのとりあえずイベントがないのでゆったりと配信させていただきたいと思いますちょっと小休憩くださいっっ <laughs> 小休憩小休憩を <laughs> ちょっと次イベントは当分やらないかもしれない何やるかわかんないまだ決まってないです マッキーさん、前スター上位3位が強すぎる、まあ。なるほど。じゃあちょっと今回上位、なんか上位2位の人が次の決勝ラウンジに進めるらしいので、今回はちょっと無理っぽいですね。まあ、まあ、まあ、つって <laughs>、まあトップ10に入れたら嬉しいかなっていう気持ちでいます。うん、無理はしないでください、皆さん。ありがとうございます。応援いつもありがとうございます。よいしょ。 フジピーさん、おつまみですか。かって何ですかそのかって。かはてな。おつまみです。どうも、おつまみです。ちょっと今日もゆっくり寝たいと思います。ゆっくり。友達来るけど、ゆっくり。松島さん、19時30分ですかはい、そうです。小休憩ですね。そうです。小休憩させていただきます。はい。本当に、小休憩 <laughs>。えっと、フジピーさん、決勝ラウンジ。なんか、あれです。マイスタ。マイスタです。 マイスターがなんか今やってるイベントが上位2名の人が決勝ラウンジに進めてなんかこの前にもなんかもうそのやってたらしくて同じようなやつをそれでその上位2名の方と今回の上位2名の方が決勝ラウンジに進みましてそれでその上位何名かがなんか得点を受け取れるらしいです今回のイベントはマイスターのえんやちゃんあんな私の句 そう動画見てもな感じというかマイスト NGK アイドルです知らない知らないっつって <laughs> え決勝ラウンジじゃなくてラウンドあ間違えちゃったそういうことか待たさましたんだ聞,こ聞きたかったこと <laughs> んだ聞きたかったことが何でしょう何でしょう藤ぴーさんラウンドじゃないのあそっかそっちけまるさんがラウンジ×ラウンドもあるうん間違えた 決勝ラウンジってなんだろうね、うん、う,ん <laughs> うんうんつって <laughs> エリナちゃんが唐突にバイバイだってようやすみんさいよエリナちゃんなんじゃろ松島さんが聞きたかったことがあるらしいけまっとくわあ松島さん14日土曜日15日日曜日 16日月曜日の対バンはマム全部出るの。あ、出ます出るんですけど、14と15がまだ日程が決まっていなくて、あの、何時から出るかみたいな。が、まだ詳細が出ていないらしく、少々お待ちくださいな状態です。16日はもう日程出てるんですけど、我々は午前中でしたね。<laughs> 昨日リツイートしました。引用リツイートか、しましたので。 皆さんぜひお時間ある方は来てくださいよろしくお願いします14日初対談ですトキ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 ,キ,キ,キですふフ<う> <laughs> 練習頑張ろうえいなちゃん LINE 気が向いたら返すねなぬ<何>いいよ別にその既読無視でも <laughs> うんそんな返信が欲しい内容じゃないから <laughs> 全然既読無視でもるでーすうんうん <laughs> ということで、そろそろ終わりたいと思います。友達も来るけさ。みんなありがとう。また、明日は19時半からって、また、ファンルームの方とかにも載せとくね。あと、配信予定のやつも載せときます。19時半から。変わったらごめんなさい。でも多分、明日は大丈夫、うん。うん。そう、部活が終わってから帰ってきて、うん、大丈夫だと思います。松島さん、我々はミステン、んミス。 ミス、ミステロンダースルーデーだって入、はい了解がいい。了解した後まず、はい、ありがとう、対番ね。はい、ありがとうございます。えりナちゃんが既読無視しないだって。なんじゃい <laughs> 既読無視はせんけど、気が向いたら変身するんけどどな。どういうことなんそれめっちゃ気分ややないか。<laughs> じゃあ気長に待っとくね、私が既読無視するかもしれません <laughs>。ということで皆さんありがとうございました、本日も。 明日は最初から顔出しできるはずです。だって部活があるから <laughs>。ということで皆さんありがとうございました。明日19時半からです。気が向けば来てください。ありがとうみんな。バイバイ。